甘いお話。今日は招き猫いっぱいのお店で小豆たっぷりのお菓子のお話です。東京世田谷区にお寺の名前の駅があります。豪徳寺は招き猫発祥の地とも呼ばれているお寺。境内には願いが成就したお礼に奉納された招き猫がいっぱい。豪徳寺駅にほど近い東肥軒、ここにはお菓子の招き猫がいっぱい。そしてお隣にあるのがこの店自慢の蒸しきんつば。小豆の食感と口の中で広がる風味を楽しめるお菓子。まあ、周りが焼いてないのできんつばではないよという感じではあるんですけれども小豆をそのまま味わってもらえるっていうのと、きんつばの形をしているので蒸しきんつばっていう名前にさせてもらったんですね。小豆は良質の北海道産。カゴを使うのには理由があります。煮崩れてしまうとどんどん風味が抜けてってしまうので、豆を崩さないように煮上げるっていうのが一番の肝だと。カゴに入れることで小豆が暴れないので煮崩れがなく煮ることができるのです。味付けに使うのは粒が大きいザラメ糖。これにも理由があります。1×1×1 だとすると、ザラメのように粒が大きい方が同じ量でも表面積が小さくなるので、表面についている砂糖のアクも少なくなり、あっさりした甘さになるのです。お菓子の世界って科学が基本にあるんじゃないかなと思うんですよ。基本科学的にこう応用できる知識があれば、そこから一歩進んで新しいものって生きていくと思うんで。そんなご主人の思いがこもった蒸しきんつばは、小豆を煮てから完成するまで3日間の手間をかけた味。ぜひご賞味くださいませ。にゃん。甘いお話。今日はお茶会の名脇役織部饅頭のお話です。ある秋の日、今年の新茶をいただく秋の茶会が開かれました。こちらの茶席で振る舞われているのが織部饅頭。白に緑がいかにも鮮やかっていうかね、清々しいので、で織部饅頭っていうのができて、やっぱり陶器にああいう衣装がありますから、それを写したという感じじゃないんでしょうかね。千利休と並ぶ茶人古田織部。茶開きの会では二人にちなんだものを使うのが習わしです。織部の焼き物をお饅頭で表現しようとは粋な計らい。そんな織部饅頭を作っているのが江戸に300年続く老舗秋色庵大阪屋です。大阪屋は代々文芸に熱心な人々によって営まれてきました。初代の娘は江戸時代に活躍した女流俳人菊御亭秋色。安藤対馬守信長と秋色さんというあちらのご婦人が北区のお仲間っていうか。お菓子はいつの時代もお茶とともに歩んできました。お茶会ですからね、お菓子は脇でいいんですよね。なるべく目立たないけど綺麗にするってね。その緑の模様に
大阪屋ならではのこだわりがあります。うるみまんじゅうって大体こう青いのが書いたやつが分かったんですよ。筆で書いたり、それを同じ生地でくっつけて釉薬の感じを出したんですよね。焼き物らしさをとことん追求して生まれた陶芸品のようなおまんじゅうです。甘いお話、今日は東京巣鴨にある江戸時代から続く老舗菓子屋のお話です。中山道沿いの巣鴨は江戸時代の頃から大勢の人々が行き交う町の玄関口。旅人たちに甘いお菓子を提供してきたのが福島屋です。ここ福島屋には代々守ってきた家宝があります。それは江戸時代に記された御菓子雛形。四季折々のさまざまなお菓子の見本帳です。我々はやっぱりこれを原点として練り切りを中心とした上生菓子として表現したいなと思います。練り切りはあんを使って自由自在な形を作り、季節の移り変わりを表現する日本ならではのお菓子です。白あんに牛皮などを混ぜた練り切りあんに食紅で着色します。2つの色を合わせて独特のぼかしを生み出します。そんな繊細な練り切りに魅せられて修行にやってきたフランス人女性がいます。綺麗な形だから、本当秋の形、秋の色とかこの線の葉っぱの命です。本物みたいね。本当綺麗だと思います。しっとりとした練り切りは木型から外すと秋の色づきを表す、まさに一枚の葉。強い熱い気持ちを持っている方は本当に受け入れたいと思っております。世界の方々に受け入れられるような、そういう和菓子になってもらいたいなと私は思っております。甘いお話、今日は春のお菓子桜餅のお話です。この季節、西伊豆では繁忙期を迎える蔵があります。これが漬け上がりになります。半年以上塩に漬け込まれた桜の葉です。大ぶりで柔らかい大島桜の葉は桜餅用に特別に作られています。そもそも江戸の桜餅は隅田川の桜の葉を塩漬けにして餅を包んで売ったところ、大繁盛したのが始まりだとか。そんな江戸の桜餅を創業以来100年以上作り続ける店があります。毎朝5時半から桜餅作りが始まります。4種類の粉を混ぜ合わせ、食紅を加えて桜色の生地を作ります。それを一枚一枚銅板で焼いていきます。焼き終わった皮がまだ柔らかいうちに
こしあんで作ったあんこ玉を包みます。最後にあの桜の葉で包んで出来上がりです。葉っぱはやっぱり食べるもんじゃないと思う。葉っぱの香りが桜餅に移った時の移り香を楽しむ、やはり他のお菓子にはないもの。その葉っぱっていうのはその前の年の5月ぐらいから漬け込んでずっとこう熟成させて手をかけて作られたものをまあ春に皆さん召し上がれるので、それだけ手間がかかってるんだよっていうのをまあ少しでも思っていただいたらよろしいんじゃないですかね。桜餅独特の香りは樽の中で熟成した葉っぱが醸す甘い魅惑、香り立つ雪の藤山桜餅。甘いお話、今日は9月9日重陽の節句を祝うお菓子黄瀬綿のお話です。東京駿河台下、オフィス街の合間に一軒の菓子屋があります。創業80年余り、茶人でもある店主の笹間さんがこの時期に出すお菓子が黄瀬綿です。うちの場合はね、要するに佐渡のお菓子というのが主ですから、季節感が一番大事なんですね。季節の節目に無病息災を祈る習わし、節句、重陽の節句の黄瀬綿の風習は平安時代の宮中で生まれたと伝えられています。菊の花に真綿を乗せて一晩置き、夜露に香りが染み込んだその綿で顔を拭うと長寿が叶うとされたのです。黄瀬綿は和菓子の世界では今も現役です。じっくりと豆を煮て皮を除いた豆の中身を水にさらします。途中何度も水を入れ替える、時間と手間のかかる作業です。それをこしたものが生あん。生あんに砂糖を加えた白あんを丸一日寝かせます。そうしてようやく黄瀬綿作りです。白あんと牛皮に卵白を加えると真っ白なお菓子、雪餅になります。こちらが真綿。白あんに緑を加えて作った練り切りは菊の葉です。うちの場合は綿を白く表して、葉っぱで菊を表すという、花は使わないと。その黄瀬綿わからないと面白くないし、意地悪なもんですよね。粋な装い、それを読み解くのもお菓子の楽しみ。